強者と弱者、大人物と小人物、これを分けるものは一体何だろうか。それは底力だと思う。何があっても決して引き下がらない強い意志、諦めない力、この底力を持ちたい。これさえあれば大体のことは可能になるのではないかと思う。その反対に、これがなければどんなに恵まれた環境や能力があっても、それらを生かして成功することはできないのではないかと思う。一旦やると決意を固めたならば、必死になってもやり抜こう。せめて後悔などしないように。世界の大企業の大半は、もはやこれで絶望かと思われた時にも、仕事をやり続けた人々の手によって成し遂げられたという名言がある。絶対絶命と思われるところまで追い込まれても、決して諦めてはいけないのだと思う。どれだけどん底に見える時でも、今の自分がどれだけ成功に近づいているのかわからない。あと一さじの頑張りで事態は一変し、成功の兆しが見えるのかもしれない。どん底から眺める希望の光は、たとえ一類の頼りない糸のようでも、目指すものがあるものは決して努力と忍耐を捨ててはいけない。俺は諦めが悪いんだ。挑戦していることの成果が出ず苦戦しようとも、時には落ち込み憂鬱な気持ちになろうとも、あっさり投げ出して敗北を認めたりしない。失敗からいろいろ考え、何かヒントはないかと探してみる。そしてもう一度挑戦してみる。根気よくやってみる。いつか必ず成功できると信じて。